いや、運転中のフィリピン人は結構やばいよ。ブブブブブブタンエナ。はい、今日はね、こんな感じでね、ヘッドバンドにしてみました。どうですか？行きましょう。で、ちょっとね、荷物整理します。そっちだ。よいしょっと。熱、めっちゃ熱いわ。さて行きますか。今日はね、 BGC っていうね、ボニファシオグローバルシティ、こっちにある三越のモールに行こうと思います。空港から31分12キロって感じかな。で、まあ知ってる人も多いと思うんだけど、フィリピンって渋滞がすごいのね。バイクはね、あのタイみたいなイメージを持ってる人いるんだけど、タイではなかった。というのもコロナのせいでね、バイクがめちゃくちゃ多い国になってしまった。それまではね、全然バイク少なかったのにね。いや、運転中のフィリピン人は結構やばいよ。譲らないし、ルール守んないし、うるさい、マジで。ブブブブブータンエナモー。足でクラクション鳴らしてるんかっていうぐらいクラクションする。でも車から降りるとマジでいい人たち。だから大好きなんだよね。そうで、車線変更は基本入れてくれないから、もう車の鼻先突っ込んで、ソーリーソーリーっつってね、行かないと本当にね、先行けないの。ね、結構見た感じも新しい街でしょ。これがね、三越です。行ってみましょう。フードコートだった。ラッキー、お腹空いてたんだよね。一夜丼製麺、チボサボテン、新宿サボテン食べてみようかな。だからマイセンはね、あんまり好きじゃなかったんだよね。だから美味しそうじゃんね。で、これはお好み焼き、チボ、これラーメンか、これは中華っぽいね。最近ね、タイ料理好きなんだよね。マニライナサルだって、モスバーガーか。で、こっちがなんか海鮮丼屋さんがあるんだけど、このサーモンで、てかあれだわ、グローサリー食品売り場になんかね、ちょっと食べれるところがあって、俺前回うまそうだなと思ってたんだ。だからちょっと行ってみましょう。沢田、沢田いちごカフェだって。いちごミルクスムージーだって。美味しそうだね。東京ミルクチーズファクトリー、これね、ビアードパパ、パン生地にクリームぶっ込んでるだけなんだよね。 HeyBBK、 なんかベーカリー多くない？日本イコールパン系だと思ってるのかな。個人的にはここら辺そそられるな。広島の八天堂のクリームパン、日本結構全く関係ないんだけど、これでもめちゃくちゃうまそうじゃない、これ。ちょっとメロンパン食いて。お、メロンパンはね、日本で食べてもうまい。メロンパン70ペソだから、うん、クッキーでも最高です。なんか美味しそうなお惣菜屋さん。おー、唐揚げ、唐揚げちょっと食べてみたい。食べようかな。すごい、お箸もしっかりしてる。そうだね、普通に日本の唐揚げ全く一緒。オリジン弁当で食べてる唐揚げみたい。うまいわ。うん、フィリピンで食べた唐揚げの中で一番うまいかも。泣きそう、これ。めっちゃうまい。中もね、ジューシーでね、外がサクサクでね、めちゃくちゃうまい。これね、これ唐揚げ。ちょっとお化粧品たち見てみましょう。まあ、日焼け止め、ちょっとだけね、チョイスが特殊なんだよね。でもまあ大体のものは。とりあえず抹茶東京でもアイスでも食べますか。ほうじ茶アイスクリームにしました。前回が
抹茶だったから今回はほうじ茶。うん、うまいわ。抹茶より好きかも。うん、まあお茶の上品なアイスクリームっていうより結構砂糖バンバン使った普通に甘いソフトクリームって感じかな。フィリピンのモールってさ、犬がさ普通に入ってきていいんだよね。うん、かわいい。で、なんかちょっと残念なことが、ブティックショップが結構ローカルブランド、フィリピンのブランドがめちゃくちゃ入ってて、日本のブランドだけじゃないのね。まあ日本のナイスなブティックブランドがあったらそれだけちょっとピックアップして帰ろうと思います。ガチャポン、ガチャポンストア、ガチャポンストア。バンダイのねガチャポンストアがちょっとどんなのあるか見てみましょう。もうね全部ね説明が日本語だからさ、完全にバンダイさんが持ってきたんだろうね。だこれだいたい3トークンだから1回ガチャポン回すのに500円だって。高っ。んで軽井沢シャツか、軽井沢シャツとオンディーズ。オンディーズはもうねどこにでもある。ここのダイソーはもうマジで日本。ダイソーはね結構よくフィリピンで目にするし行くんだけど、明るさとかね置いてる商品とかね、もうここのダイソーが一番日本っぽいっていうかテンション上がる。置いてる品も多いし、三越モールのダイソーおすすめです。食品売り場だけ結構ねテンション上がります。日本人食料品買いに来ない限りはこのモール来ないかなって思う。ありました、北海道低脂肪加工牛。まずねここねフィリピンね牛乳が低温で置いてあるのがよくわかんないんだよね。お茶、大分からのスイートポテト、北海道牛乳サブ。食ったことないけどなんかもうお土産系だよね。食料品を買って帰りましょう。でねこのグロッサリーはねここにねお弁当屋さんが入ってるでしょ。でね肉とかね全部ね包装してあるんだよね。だから好きなんだよね。 Thank you boss. Thank you. でそうここここここでさ普通に食べられるんだよね。お寿司も見てこれとかしっかりしてない。チラシもあるし、これだけで1800円ぐらいだもんね。これも1800円ぐらいでしょ。これで2000円ちょっとするでしょ。日本のスーパーだったらこの感じだったら590円とかだよな。待ってこれとか大トロ、この大トロが4000円だって。ちょっと意味わかんないな。中トロ3500円。ねえうなぎのかば焼き半分溶けてるで1500円ぐらいかな。ホッケの一夜干しが1500円ぐらい。しらすこのペラペラので1000円か。すげえな。ここがアルコールゾーンで特殊なのは一番絞りぐらいかな。お酒もね日本のお酒があって、そうフィリピンはね里芋がない。うわここにあるんだけど600円かい。これであとねフィリピンこんにゃくもないね。400円ぐらい。こんにゃく食いて。400円払ってまでこんにゃくって食べたいもんじゃないよね。なんかこんにゃくってさ入ってたあって感じだもんね。おでん日本だったら100円かな。これが500円で売ってます。三越まで来て楽しみにしてたんだけど豆腐マジでね、フィリピンの豆腐マジでまずいんだよね。日本の直送の豆腐はありませんでした。これあれやん、オイジロンがめっちゃ好きなやつじゃん。でヨーグルトは富士っ子ヨーグルト出してたんだみたいな。まあヨーグルト高いんだよねフィリピン。600円から700円ぐらい取ってる。フィリピンはね乳製品高いです。で納豆は冷凍かなこれ。あ冷凍冷凍。ちょっと高いけど納豆買うか。納豆食いたい。冷凍の納豆ってうまいの。
まあ冷凍もんはね、はっきり言って何でもある。これとかししゃも、山口県岡田水産炊き込みご飯の素、ウニだよね、まずそう。やっぱ冷凍もんは持ってこれるんだけど、フィリピンのねロジスティックってね、冷凍がね甘いんだよね。日本から持ってくる間に味が落ちてしまうっていう問題があるんだよね。アイスは井村屋と、アイスはなぜか井村屋推しです。餃子とたこ焼きとピザ、ジャージャー麺、担々麺、ラーメン、ペペロンチーノ、2倍の値段で売ってます。そんな感じかな。こういうなんか焼肉ライスバーガーみたいのもある。これ5キロで2000円ぐらいだから、台湾とかで作られた日本米、緑の高原卵だって。ちょっと高いんだけど、なんかね日本人がフィリピンで作ってる卵らしいんだよね。でもね生で食べれるらしい。まあ食べてみよう。前回来た時よりめちゃくちゃお菓子が増えてるんだけど、増えてるお菓子が微妙、東京で見たことないようなお菓子しかない。あ、エアリアルやん。お菓子はね、なんかドンキで売ってるようなちょっと謎なやつが多いかな。だって北海道ジャガパクパクとか聞いたことなくね。これとか何よマジで。ご飯ですよの味のラスク。お菓子なのかご飯なのかはっきりしてほしいよね。明治キノコの山、タケノコの里がない。まあ日本ではタケノコが圧勝なので、売れ残ってるキノコがフィリピンに来たのかな。ソース、醤油、粉物類、まあ大体あります。お茶もコーヒーも一通り。レモンティーとか飲みたいな。飲もう、レモンティー。じゃあ今日はこれでチャーハンを作ろうと思います。ではまたね、バイバイ。